こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾン、オーズィーアマゾンのね、物販開始に合わせて、転送拠点を決めてきましたんで、そのお知らせです。家の近所のね、このビル、知ってる方が入ってて、で空きも結構あるんでね、そこで転送をしようというのでね、今日話してきました。で、まあ会員の方は別に登録も何もしなくてもね、開始になったらお知らせしますんでお使いください。で、インポーターサービスもね、テストしてみて、問題なくて提供できるようだったらインポーターサービスも、提供します。まあおそらく会員さんには、月額1万円以下で、利用できるような形でご紹介できると思います。で、普通のね、一般募集をするかどうかはわかんないですけど、一応ね、会員さんの方で、まあ、オーストラリアアマゾン、みんな始めると思うんですけど、荷物受けてみてね、余裕があるようだったら一般募集もします。で、その際の入会金、1万円、ね、保証金3万円とか決めてありますけど、これらは、サポートを受けてらっしゃる、会員さんは無料です。で、手数料が1箱1000円だけと。でもしもね、荷物が破損して届いた場合は、荷物の状態を写真に撮って、で、まあ、壊れてるもの、ね、ちゃんと送れるものを写真に撮って、まあ、この分を壊れてるものは捨てて、残りで発送しますというような形でね、お知らせします。で、そうじゃなくてね、壊れてる分の保証をしてもらいたいという場合には、郵便局の方に、ダメージレポートというね、輸送のせいで壊れましたというレポートを書いてもらって保証申請するというような形になります。でただね、ダメージレポート時間がかかります。で、壊れた商品だけじゃなくて全部預けなきゃいけないんで、まあ、ほとんどの場合よっぽどね、高額なものを送らない限りは、まあ、壊れた分を破棄してでそのまま納品しちゃった方がね、得だと思いますので、まあ、実際壊れて届いたときに、これはね、ダメージレポートを申請しましょう。あるいはね、このまま、送りましょうというアドバイスはさせていただきます。で、一点注意点としては、すごくオーストラリア食品に対する規制が厳しいです。だからね、果物とか野菜の、入ってたことがある段ボールだと持ち込みません。もう、絵が描いてあるとかダメですね。梨だの、みかんだの、そういうのの絵が描いてあったらもう、まず、箱ごと捨てられます。で、下手すると罰金も請求されますんで、段ボールは新品を使ってください。ね、新品以外だとちょっとね、心配ですね。オーストラリアのね、輸送もやっぱアメリカ並みに荒いんで、強度の高い段ボールをやっぱ新品で買って、使うのがおすすめです。一応ね、どんなものが禁輸品か、ザクッと書いてありますけど、もうほぼ食べ物はダメだと思ってください。あと土とか泥とかもすごいうるさいですんで、まあそういうものはね、扱うことはないと思うんですけど、何しろね、引っかかりやすいというか、箱はね、普通にスーパーとかでもらってきた箱を使う方、いらっしゃるんで、それはオーストラリアの場合には非常に危険だというのを覚えておいてください。そんな形でまたね、オーストラリアアマゾン始まるの楽しみに、お待ちしてるんですけど、続報届いたらまたお知らせします。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。